デンドロビウムインファンディビューオーレム品種フォーミデブルの片親フォーミデーブル系とはヨーランのデンドロビウムに含まれる範疇の一つである夏に白い大輪化を少数つける品種の数は多くないデンドロビウムには多数の原種と交配品種がありそれらは往々にいくつかの系統にまとめて語られる特にノビル系とファレノプシス系が有名だがフォーミデーブル系も そのようなまとまりの一つである。名称はデンドロビウムフォーミデブルデンドロビウムフォーミディベルという交配品種を元にしている。細長い二セ球形の先端付近から白い大輪下を少数だけつけるのが特徴である。開花期は初夏から夏。これはその他の洋蘭の開花が少ない時期にあたるため、それを埋める商品として重視される。D ォー,ーモスサムフォーミデブルの猛。 片親に石油圏は細長く、高さ5 0トル前後。節ごとに葉をつけ、茎あたり数枚をつける。その茎の先端近くの節から花をつける。花は短い家径に3輪くらいまで、一つの茎に数輪程度をつける。花は平らに開く、大輪下で、計1 0トルに達する。額は、やや細く、側壁には、やや幅広く。 神弁は大きく広がって円が波打つ。その形はややカトレアを思わせる。花色は白で、神弁の中央が黄色く色づくものもある。他の花色は今のところはない。なお、この系統の隠れた特徴として、茎に生えた毛がある。ニセ球形に短く立った黒い毛がまばらに生えている。代表的な品種であるホーミデブルは原種、フォルモサム D。 フォーモッサムとインフンディブルム DE インファンディビューオレムの交配品である。他に原種ではサンデレーディサンデラエやデアレーなども禁煙であり、それらを使った交配品もこの範疇に含める。ヨーランとして栽培される。デンドロビウムとしてはデンファレ系ほど低温に弱くない。ただし、ノビル系のように低温を経験させる必要もない。 最低気温摂取5度程度までは耐えるが、摂取10度程度には保ってやる。春に出た偽休憩は夏を越えて成熟し、翌年につぼみを持つ。開花期は初夏から夏で、花期は長く2ヶ月も咲き続けるものもある。爽やかで涼しげな雰囲気があり、古外で楽しむにも向く。また、開花期が開花する葉蘭の種類が少ない時期に当たるので、 ギフト用としても人気がある。デンドロビウムサンデラエオカダ P94 オカダ P94。ありがとうございます。